令和に入った新時代、今企業に求められているものとは。成長を続ける広島のトップ企業にこの人が迫ります。今の時代ね、時間とか空間を超えてまさに超域の世界で新しい価値を生み出す会社、新しい働き方、これはどういうものなのかってことを探ってみたいと思うんです。企業を見つめる茂木さんのキーワードは超域。ボーダーを超えて生み出されるオンリーワンに注目します。広島の不動産業界をリードする企業が提案する最良の住まい探しとは。本当になんか斬新な店内で、メイドイン広島、オンリーワン企業の未来革新への鍵とは。人だということなんですね。この人を中心とした未来へのチャレンジ、そういうことをやっているまさにその企業の熱い現場にこれから行きます。カフェで一休みですか、茂木さん。はあ、落ち着くな、美味しい。あ、僕はですね、実はカフェにいるんじゃないんです。ここはなんと両和ハウスの並木通り店、不動産屋さんなんですよね。茂木さんが訪れたのは住まいのプロフェッショナル両和ハウス。並木通り店は去年オープンした新しいコンセプトを掲げた店舗です。本当になんか斬新な店内で、このね、ライトといい、壁といい、いろんなものがちょっと従来の不動産屋さんのイメージと全く違うんですけども、はい、これどういうコンセプトでこの店舗って作られてるんですか？そうですね、あの広島の並木通りといったら、はい、あのこじゃれた街並みなんですけれども、うん、それに溶け込むような、そしてお客様へ入っていただきやすいような店舗をイメージして作りました。茂木さん、お部屋探しを体験します。例えばじゃあ 1LDK、はい、中区、はい、10万円まで、はい、駐車場不要、ウォシュレット、はいはい、すぐに店長がデータベースから情報を選んでいきます。あのこちらはあのロフト付きの、ロフト付きなんだ、はい、あの 1LDK としても使っていただけるワンルームになるんですけれども、はい、天井高が4メーターほどあります。わ、紙飛行機飛ばせるわ、はい、これいいですね。こちらもおすすめ物件です。他のところから引っ越ししたりすると、はい、何も分かんなかったり、はい、ちょっと不安だったりするじゃないですか、はい、なんか気遣いされてる点とかありますか？あの物件案内だけではなくて、はい、その周辺のスーパーであったりとかコンビニであったりとか、ライフアドバイザーとしてお客様のトータルサポートをさせていただくっていうのを。ライフアドバイザー？そうです。はあ、お客様に寄り添う姿勢で賃貸建物の管理戸数は中四国でナンバーワン。仲介事業、売買事業、管理事業、短期利用者のためのマンスリー事業も新たに設置しました。また住まいのトラブルに対し24時間のサポート体制を設けています。現在従業員はおよそ500人。16の店舗のほかに本部や法人事業部などさまざまな部署で組織されています。そのトップ和田信之社長が大切にしていることがあります。それは従業員一人一人への思いです。その取り組み、私あの面談してるんですよ、年2回ほどね、個人面談っていう形で、まあ、なかなかこう集団でいると手を挙げれないじゃないですか。何かありますかって言ってもそれでは意見が聞き取れないから、一人一人話をするとみんな思いがありますので、まあ、そういう場を極力設けるっていうかですね。社員とともにワンチームがキーワード。その思いで社長室もありません。時間があれば自らが若い社員に話しかけることもあります。身近にある社長の存在をどう感じているのでしょうか。なかなか社長に対してあの話す機会とかもないんで、そういうことを言える機会が年に2回でもあるっていうのはすごく大切な機会だなと思ってます。ありがたいと思います。一人一人の声に耳を傾け、どう生かしていくのか。いいことはその場で買います。新入社員からでも非常に案が出たりとかするとその場で買えたりとかしますし、
まあ意見もあるし悩みもあったりとかしますしね、まあ、人間関係とか場合によってはプライベートのこととかですね、家族のこととかそういったことも全部踏まえて聞いてますんで。さらに日常の悩みを先輩に相談できる制度もあります。メンター制度です。入社2年目営業部の中村さんはサポートされる側。先輩の存在を尋ねると、なんか本当心の拠り所じゃないですけど、なんていうか本当になんかバックが熱いというか。中村さんをサポートする先輩社員の鈴木さんです。鈴木さんは入社5年目、賃貸の営業を得て新しい部署マンスリー事業部へ配属されました。ステップアップです。もともと入社前からこうインテリアだとかっていうことに興味があって、小物の設置だったりとか、壁紙を選んだりとかいうことができるので、私としてはすごくやりがいを感じてるようなお仕事にはなります。ここで茂木さんが2人の本音を引き出します。どんなことを相談するんですか？私は営業をしておりますので、はい、その営業の先輩として営業時代に、まあ、ちょっと悩んでいたこととかを同じように質問して、どういうふうに切り抜けていたかとか、まあ、完全にプライベートの話とか、結構メンタルケアっていうところで精神的に仕事をする上で支えてもらっているかなという形で、はい。例えば先日、短い期間で賃貸アパートを借りたいというお客様が来店。マンスリーを提案するべきかどうか、すぐに鈴木さんにアドバイスを仰ぎました。知識の広がりは自己成長につながります。さらにこんな質問も。プライベートのことも相談することがあるっておっしゃったですね。はい、それ例えばどういうことですか？例えば差し支えない範囲で。例えばまあ、その例えば恋愛のこと、そうですね恋愛のこと、お休みの日どこにデートに行ってるかとか。ちなみにそのメンターの活動する時のお食事代とか飲み代は折半というか割り勘？いや、それは会社の方からまず補助が出ております。会社から補助出るんですか？はい、いいですね。キーワードは風通しのいい会社。その証は低い離職率に現れています。離職率はこの10年で 5% 未満になりました。各店舗の店長、若手社員が一堂に集まる会議は、手を挙げた人がどんどん発言できる場です。あとはもうやるだけです。下の意見もしっかり吸い上げて、皆さんに共有してもらって、下も働きやすいようにしてもらえてるんで、まあありがたいかなと思います。売り上げを上げることで、その評価もすごくされる会社なんで、そこにやりがいをすごく感じます。熱意のある人に対してはやりたいことをどん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 やらせていきたいと。まあそれはもう若手だからとかベテランだからとかは全く関係なくて、まあ、そういう意味でチャレンジしやすい会社だと思ってます。チャレンジを忘れないこと、両和ハウスの合言葉です。これからさらに需要が高まる外国人スタッフの採用に力を入れています。ベトナム、中国、欧米、現在6人の外国人スタッフが母国語を生かして部屋探しのサポートをしています。2017年に発足した国際営業チームです。日本ならではのルールに戸惑うお客様への対応を共有します。もうちょっと保証会社と保証人の違いっていうのを説明しづらいんですけど、でもそこを、まあ、裁判になっても保証人払わなくていい、払っていいかもケースバイケースなんだけど、私の国でもともと賃貸は保証にいらないんです。まあ、最近の高級マンションは別なんですけどね、まず自分はその違いを納得するか、自分の納得ところにお客様に説得できるか、文化が違いでトラブルが起きやすい感じですから、そのために俺らは国際チームがありまして、でそのトラブルがある時でも、まあ、すぐうちの方が窓口になりますので、で何でも対応できますので、いるかもしれないけど
熱心に会議に参加するのは入社4ヶ月のラウアーさん。言語を活かしながら人と接する仕事ができる。そこに魅力を感じて両和ハウスに入社しました。So you do have customers from many, many countries? Oh, absolutely. All over the world. Can you give me an example? Oh, we had one just yesterday from Estonia. Estonia? Yes. Do you know where Estonia is? It's somewhere in the Europe. You know, very good, very good, yes. Can you say something about how they work and how they feel and et cetera? Yes. So we're part of an entire team of members. We have that can speak so many different languages. Wow. We have a whole team, and so we're really all very excited to welcome and help and assist in any different way we can to make your stay or long-term stay in Japan just a great time. 年齢、国籍を超えて一人一人が輝ける場所、それが両和ハウスです。社員一人一人を大切に思う社風は創業から変わることはありません。社員とその家族の誕生日にはプレゼントと副社長から直筆の手紙が届きます。もう30年以上も続けてきました。育休で休んでて、この子すごいスーパー事務員って呼ぶとこなんです。ママの誕生日を言うとみんな首長くして待ってるよ、ミキちゃんって書いて入って呼びかけるようにしてるんですけどね僕はそこの思いを伝えたりとか、こういうことを書いてほしいとか、一人一人違った思いを書いてますので、同じような文面じゃなしに、まあ、その子しかわからないこととか、その子に対して当てたいことっていうことを書いてるんで、まあ、読んだ人から見ては自分のことを思ってくれてるなとは分かると思います。不動産業界にも環境変化の波が押し寄せる時代、人口の減少、AI の進化、社長が語る両和ハウスの未来像があります。まあ、私どもは今一番メインでやってるのが管理業ね、この入居後のお世話っていうか、これはなくならないと思ってるんですよ。これはね、 AI でできないんですよ。僕らの仕事というのは向こう何十年と残る仕事なんで、私どもの会社は自分から手を挙げていけばね、いろんなことをチャレンジできるというふうには思ってます。まあ、だから自主的な社員をどんどん増やしていってね、自分たちで作り上げていくような会社にしていきたいっていうことですね。一人一人が主役になれる場所、一人一人の夢を応援してくれる場所、そして自らが成長できる場所。両和ハウスにはチャレンジできる多くのフィールドがあります。そしてワンチームで未来を切り開いていきます。両和ハウスさんは住まいを通じて地域と人を明るく元気にできる、そんな会社でした。人の個性を生かしてお互いに尊敬して他人のことを思いやる、そのような人を大事にする経営ということがこの広島の地でしっかりと根付いていることが素晴らしいと思いましたし、またそのようにね、人を大事にする姿勢が結局人類の未来、世界の明日につながっていくんだなということを感じました。